けば俺は。もう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉間、サルトビ。おう。陣中撃か。果たして刹那のまま気を抜くな。よいな、分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れた。承知もらった。よっ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 。失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ否定する。ごとん大円盤の術。それが幸せであるとは限らず、人は考え悩み失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら、人は後悔し、もう一度やり直しを望むだろう。だがそれはできない。失敗は許されないのだ、この世界では。サル、おやつとは見えているものは違う。話は通じる。過去を背負う火影の拳がこれほど軽いものだったと納得したよ。その程度だから失敗したのだ。頂上を起爆符だ。無心とはいえ、わしら三人を相手にこいつ樹皮樹皮が重い。忍びの神ともあろう者がこの程度で音を上げるのか。まだまだ。そうでなくてはな。腕はしびれる。この戦いまだ終わらぬようじゃな。なるほど、この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。俺だけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでほかげを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば
俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より任界中の誰よりオビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。そんなこと決めた俺たちは負けねえ。じゃあ俺がそれ遅い。はあそれ遅い。はあせや任せてくれ。はあはあ予想分でクシナと一緒に戦っているように感じる。消えろ。それ遅い。どうし。はあはあ。それ。こっちだよ。予想通り距離を取るか。はあ。クズか。打線不幸しねえだ。ナルトの背にはたくさんの思いがある。でもオビト、今のお前の背には何がある。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。